こんにちは、ジェンです。去年の年末あたりに 3D プリンターを購入したんですが、もうね、あっという間に半年が経ちました。私のね、 SNS を見てくださっている方はもうお気づきかと思うんですが、このね、半年の間でもかなりいろんなものをたくさん印刷してすごく楽しんでいます。なので正直もう半年どころか数年使い続けている感じがするくらい、すっかり生活には馴染んできていますね。そして半年実際に使ってみて、意外とここが良かったなっていうところとか、ここはちょっと気をつけたいなっていうところもあったりとか、あとはね、質問もいただいたりしたので、あくまで個人の感想ではあるんですが、まとめてみたので、これからね、購入を考えている方の参考になればすごく嬉しいです。はい、では早速なんですが、まず一つ目は、思っていたよりも見た目が綺麗です。これはね、正直もっと表面ってガサガサになるのかなって思ってたんですけど、まっすぐな面はね、結構綺麗に印刷できるなっていう印象です。まあ、近くでよく見ると積層痕がわかるくらいなので、フィギュアみたいにね、ツヤっとした表面だったりとか、細かい装飾があったりとか、まあ、どうしても見た目重視のものはやっぱり光造形が得意かなっていう印象はあるんですけど、まあ、ケースとかね、実用性のあるものを作る分には全然十分な精度だと思います。ただですね、まっすぐな面の印刷はすごく得意なんですが、斜めになっている部分とかはやっぱりこんな感じで段になって目立っちゃうこともあるので、この辺はモデリングとかノズルの細さを変えたりとかで調整するっていうのが大事ですね。そして2つ目なんですが、モデリングなしでも楽しめるです。結構ね、最近 3D プリンターが気になるんだけど、モデリングができないから迷ってるんだよねっていうコメントをいただいたりね、するんですけど、意外とアプリからデータをダウンロードして印刷できる作品っていうのが結構豊富にあるんですよ。なのでモデリングできなくても全然楽しめると思います。でね、このダウンロードできるデータってもう本当にいろんな種類があって、おしゃれで実用的なものもあれば、もうアイディアが面白い、お店ではね、見たことのないインテリアだったりとか、もうおもちゃだったりとか、本当にね、いろんな作品を世界中のユーザーたちがアップしてくれてるんですよ。こんな感じで世界の誰かが作ったものを家でサクッと印刷できちゃうっていうのは、もう今までの時代ではなかなかできなかったことだと思うので、そういうね、目の前でできていく工程を見れるっていうのも 3D プリンターの面白さなので、ぜひね、体験してほしいです。まあ、そうやってね、いろいろ印刷して作っていくうちに、まあ、デスクのここにぴったりなケースが欲しいとか、もう自分専用にカスタマイズされたものって絶対ね、欲しくなってくるんですよ。なのでね、その段階でモデリングを勉強するっていうのもすごくね、モチベーション高く勉強できるし、全然ありなんじゃないかなと思います。そして3つ目は、ユーザーが多いから困った時に解決しやすいです。これはね、 3D プリンターって結構頻繁にセールしてるとはいえ、安くはない買い物なので、困った時にしっかり解決しやすいかどうかっていうのは意外と重要ですよね。私も購入前はスライスのやり方とか 3D プリンターの細かい設定とかはもう全くの無知の状態で購入したんですよ。なんですが、バンブラボのね、ユーザーは特に多かったので、意外とね、ネットで調べたら最初からスムーズにできたなっていう印象です。あとは今だともうチャット GPT の性能がすごく上がってきているので、どこかでつまずいた時はまずはそこで相談してみるのも全然いいんじゃないかなと思います。そして4つ目なんですが、思っていたよりもうるさくなかったです。私は FFF 方式のプリンターって P1S しか持っていないので、 A1 とかだとまたもしかしたら違ってくるかなと思うんですが、思っていたよりも全然音は気にならなかったですね。この辺はね、ちょっと個人の印象ではあるんですけど、昼間使う分には特に気にならないけど、寝室で
近くでね使うってなると気になるなっていう印象です。あとはフィラメントの切り替えが多いモデルとかだと毎回ねノズルのフィラメントを落とす作業っていうのも発生するので大きい音が出やすいと思います。ちなみに印刷自体はそんなにうるさくないなっていう印象なんですけど、キャリブレーションとかベッドレベリングとかだと結構機械音が鳴るので、これに関しては、まあ、夜は注意した方がいいかなと思います。そして最後5つ目なんですが、意外と匂いがあるです。結構ね SNS で使っている人を見てると、普段過ごしているリビングとかで使っている人もいたりとか、密閉された窓を閉めて密閉した状態で使っている人も割と多かったので、光造形のプリンターよりはやっぱり匂いってそんなに気にならないのかなって思ってたんですよね。でもいざ使ってみたら、印刷中は意外と独特の匂いがあって、そこはねちょっとびっくりでした。印刷したもの自体は匂わないんですけど、印刷中ですね。もちろんねそこはフィラメントのブランドとか種類にもよって違いはあると思うんですけど、まあ、樹脂をね溶かして印刷している以上健康にいいっていうことはないと思うので、窓をね開けて換気するっていうのはしっかりねやっておくことがすごく大事かなと思います。そういう感じでね、印刷中の換気は前提として、印刷中は長居するのは避けるか、小さいお子さんだったりとかペットがいるお家の場合はできるなら普段の生活スペースとは部屋を分けた方がやっぱり安心かなと思いました。はい、こんな感じで個人的に半年間使ってみた感想をまとめてみました。まあ、半年間自分で作ったものを振り返ってみてもですね、デスク周りとか推し活とかそういうお店では買えないもの、自分専用にカスタマイズしたものを作れるっていうのはもうすごいね今でも新鮮ですし、そうやって何か身の回りで必要なものがあった時に買う以外にも作るっていう選択肢が生まれたっていうのはかなりね生活の中で大きい変化だったなと思います。普段は 3D プリンターや iPad に関する情報を発信していたり、私がねすごく大切にしているコージーでプロダクティブに過ごすためのアイデアについてもシェアしています。もしこの動画が参考になったよという方は高評価とチャンネル登録をしていただけると励みになります。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。